グルカゴンの構造グルカゴンとは29アミノ酸残期からなるペプチドホルモンの一種であり、タンパク質及びアミノ酸の代謝に重要な機能を持つ。分子量3485インスリンと共に血糖値の制御に関係する重要なホルモンの一つである。インスリンは血糖値を低下させるが、グルカゴンはそれとは逆に血糖値を上昇させるホルモンの一つであり。 人体が低血糖になるのを防ぐため、肝細胞に働きかけることで栗抗原を分解する用信号を送り、血糖値の上昇を促進する。主に水臓のランゲルハンス島の A 細胞で生合成、分泌される他に、消化管からも分泌される。1923年、キーンボールとマーリンが水臓からの抽出物から発見した。水害グルカゴンは、 腸管グルカゴンとも呼ばれ、一定部に最も多く分布する。発見者は、小野和幸。絶食中か、低血糖になるか、タンパク質を摂取することでも分泌が誘発される。逆に、炭水化物及び砂糖を摂取して、高血糖になると、分泌は抑制される。高タンパク食、高脂肪食をとると、結晶グルカゴンの上昇が見られる。しかし、 単純脂肪傾向投与では、グルカゴン分泌の増加は起こらない。別のホルモンであるソマトスタチン、セクレチンは、グルカゴンの分泌を抑制するが、その際には成長ホルモン、サイロキシン、糖質コルチコイド、コレシストキニン、ガストリンの分泌が刺激される。神経性因子として、瞑想神経はムスカリン様作用により、グルカゴンの分泌を促進する。交換神経は、 ベータ作用によるグルカゴンの分泌の促進と、アルファ作用によるグルカゴンの分泌を抑制する両方の作用を持つが、通常は分泌促進作用が優勢となる。このホルモンは、貯蔵燃料を動員するイカホルモンの一つである。アデニル酸シクラーゼの活性化を介して、プロテインキナーゼ A を活性化を促し、肝臓のグリコーゲン分解及びアミノ酸からの糖新性を促進し、 血糖値が上昇する。また、グルカゴンは、脂肪細胞の表面にある、ホルモン感受性リパージェの活性を刺激し、脂肪細胞からの有利脂肪酸の放出を促す。血中に放出された有利脂肪酸は、肝臓が、ケトン体を酸性する際の基質となり、ケトン体の酸性、増加につながる。なお、筋肉では、グリコーゲンの分解は促進しないがない。 また水 B 細胞のインスリン分泌、D 細胞のソマトスタチン分泌、下水体全容の成長ホルモン分泌を刺激する。タンパク質を摂取すると、グルカゴンとインスリンの両方の分泌が誘発される。この性質を利用し、インスリン分泌刺激試験に用いられる。二型糖尿病患者の場合、食後にグルカゴン分泌の更新が見られる。この点から、 糖尿病患者が低血糖になった際の治療薬としても用いられる。ありがとうございます。